どん兵衛食べないあの人にとにかく一口食べさせたい。どんぎつね。どん兵衛食べてください。ずっと前から思ってました。食べてください。お気持ちはありがたくいただきます。え、あ、食べるって意味じゃないよ、今お腹いっぱいなの。一口だけでも。そのうちね。ふっくらもサクサクも日清のどん兵衛、売り上げナンバーワンなのに。またおいで。吉高さん入られます。お願いします。お願いします。吉高さん入られます。お願いします。用意スタート。お気持ちはいい。食べるって意味じゃないよ。って言われても。売り上げナンバーワンの数字が全てじゃないの。用意スタート。売り上げナンバーワンの数字が全てじゃないの。用意スタート。もうでもふくらなんだね。またおいで。用意スタート。またおいで。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。一抜け婚。一抜け婚。はい、これで OK です。以上です。高さん、本日の撮影終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今回こう新しく登場する、これが私のお部屋となっているのですが、なんか青がこんなにあるお部屋が初めてで、おしゃれで、おしゃれだけどちゃんと生活感もあって素敵なセットを作っていただきました、憧れる暮らしですね。ね、うん、いい感じで、はい、この後の展開も楽しみになるようなお部屋になってます。そうですね。僕はまあドンギツネ役としてこう、今まで見てきたもの、あのドンギツネになれたっていうのもありますし、あとその耳と尻尾がついてるので自分の尺感が分かんないんですよ、ね、難しいんですよね。思ってたよりそのよく幅と耳があったり、自分の一部ぐらいに馴染んでいったらいいなと思ってます。そう、本当になんか表情だけじゃなくてここも表情になってるんだなって。あとちゃんと動くんで、気になって気になって見ちゃって追いかけちゃってっていう初めてこう顔以外にこう動くところを見てしまうっていう経験が新鮮でしたね、見どころはまあそうですね、私はこうあのどん兵衛を食べてほしいってすごいこう勧められるんですけど、一向に食べない感じになってそのやり取りが今後こう食べるのか食べないのかっていうやり取りがどうなっていくのか見届けてほしいなと思います、意地悪な感じに。意地悪に映ってなきゃいいけどと思って。映ってたら監督のせいだなっていう感じです。大人な感じにこうね、ちょっとあしらわれ。そうできてた。はい、すごい素敵でした。え、私キツネどっちみたいな気持ちはまずあったりとか、嬉しかった気持ちももちろんそうですけど、改めてどの味が一番好きなのかなってマネージャーさんと一緒に日々こう食べて、いろんな種類食べたりとかして比べながらこの日を楽しみにしてました、いや僕も全く一緒で、うん、最初どっちだろうと思いました。本当？そう、絶対キツネでしょ。いやこれおかしい。どっちなのかなと思って。私がキツネで出てきたら化けたしか思われないじゃん。いやそのどん兵衛っていうお話だけ聞いた時は、あ、自分どあ
キツネの方かなとかは思全く同じこと思って、そしたらドンギツネっていうことで、すごい嬉しかったですし、やっぱまあドンベ自体も本当に小さい頃からまあ親が好きで食べてたりもありましたし、だからそうやって昔から慣れ親しんでた商品の CM に自分がしかもドンギツネで、ね、すごい嬉しかったです。みんなにかじられてください。かじられます。おあげ。いやそうなんですよ、本当にあ初めてかと思うくらい話しやすかった、うん、あ本当ですか、うん、ありがとうございます。そうだし、なんか演技もこうなんだろう、可愛さの振り幅っていうのがちゃんともう引き出しを持ってる方で、いやいやいや、あーこれは年上の女性転がされちゃうんじゃないかと思ってます。はい、いやだからあのまさに今回のね、うん、あの CM、 そうそうそう、いかにドンギツネが吉高さん演じる女性にこう、そういや可愛がられるキャラクターになってるんじゃないかなと思って、うん、はい、楽しみ、反応が皆さんのそれを出せてたのはすごく嬉しいです、うん、はい、羨ましい立ち位置になってるんじゃないかなって思いました。そうですね。お姉さん。でもなんだろう、うん、本当に何パターンかそのちょっとこうあしらわれ方みたいなのやったじゃないですか、うんうんうん、ちょっとこう意地悪めなのが多いのと、うん、すごく優しくこうちょっとあしらってくれるのと、すごくそのなんか幅にも僕はドキドキしながら、はい、撮影してました。めげずに食べてくれって、はいはい、僕はもうその一心で、はい、あめちゃめちゃ可愛いと思って、なんかこう立って棚に帰ってくところとかすごい上目遣いの可愛いなってこのアングルからみんな見せてあげたいなと思うようなちょっと上から、うん、感じで見てて、はい、ありがとうございます。どん兵衛を食べながら今後のシリーズもご期待ください。そしてこれから私たちがどんな物語が展開されていくのか私たちも楽しみにしてますので、はい、お楽しみに、お楽しみに、はい、そうですね、あの、うん、CM では僕はもうどんぎつねとして吉高さんにどん兵衛を食べてもらうっていう大きな任務があるので、うん、それをこう遂行していきたいなと思いますし、どうしようかな、食べてくださいよ。そういうやり取りを今後とも続くと思うので、はい、はい、ぜひぜひ行く末を見守ってもらって、ね、はい、どん兵衛食べないあの人に、どんぎつね、どん兵衛食べてください。お気持ちはありがたくいただきますね。食べるって意味じゃないよ。ふっくらもサクサクも日清のどん兵衛、売り上げナンバーワンなのに、またおいで。